彼は次期社長候補でもあります。科学島長崎の精霊流しって聞いたことない？あの子が楽しそうにしてると腹が立つのよ。麻子ちゃんに無神経、賢秀さんのせい。戦争から生きて帰った、そんだけで何も言えんてさ。生きてやり直したかった。また桜見に行こう。日曜劇場海に眠るダイヤモンド、日曜夜9時放送。奇跡は人が起こす。ときめく時を TBS。